皆さんこんにちは。今日は岩船フルーツパークにやってきました。ここ岩船フルーツパークではぶどう狩りともう一つ秋の代表的なフルーツ狩りが楽しみいただけます。ここで皆さんに問題です。これから旬を迎えるフルーツ狩りは一体何でしょうか？ぶどうとか？ぶどうはでももう終わりぐらいじゃないですか。これからだから、これからだからね。あ、まあ、今9月入るから。ドラゴンフルーツとか？ドラゴンフルーツ、ここで取れる、はい、まあここで栽培するかもしれんな。うちのフルパならね、ドラゴンフルーツはやってないんですけどね。じゃあ正解をこれから見に行きましょう。正解は梨狩りです。こちらでは時期によって豊水、秋月、日暮里の梨狩りが楽しみいただけます。それでは早速梨狩りを体験していきたいと思います。いいの見つけた気がします。あ、この重量感重い。これはいい気がする。あー、小さいけれどこの重量感がねやっぱりいいんですよね。詰まってる感じがするんです。豊水さんいいですね、この重量感、このずっしりした重み、そしてこのムラがないこの色、わかります？この黄金色、この見えるかな、見えるかな、こう編集でキラ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 させといてね、キラキラ、この黄金色、これがいいんです。では食べていくみたいです。では早速切って食べていきたいと思います。豊島くんの料理料理じゃないでしょ切って、すごい慣れてるね、慣れてる、みずみずしい。まあ二手いるからね、丸のまんまあの皮を剥くタイプと、あ、そういうことね、細かくして、これ皮剥いていいんだよね。もういい。いや、皮食べないです。食べても大丈夫です。皮も食べれる？食べれます。うちの梨は皮も美味しいんですよ。あ、そうなの？はい。あ、すごい。豊水？いや、うちの岩船フルーツパークの。あ、この？はい。お、上手、ね、手際いい。はい。じゃあ野田くん、でかいな、ちょっとちょっとでかいな。一緒に食べよう。 すごいね、上手じゃない。田島くんが剥いてくれた梨いただきます。うん、うん、あんま、水分がすごいね。さすが豊水だね。この水が豊かにと書いて、うん、ジューシー、あんま、美味しい。これでも冷やしたらもっと美味しくなりそうだ、うん、甘い。うん、なんか想像以上に甘いです、この、うんうんうん、梨。でも糖度12とか13ぐらいあるんじゃないですかね、これ。これ多分13だわ。13か。うん、甘い。でもなんかさっぱり食べられるね、うん、やっぱそれはそれが豊水の良さかもしれないね。この水分量の多さでこう甘ーずっしり甘ーって感じを感じさせない、うん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 、この豊水の良さ。しかもちょっとなんか酸味もあるからこうすっきり食べられる。だからいつの間にか全部食べちゃうよね、もう梨は。うんうんうん、1個2個3個ってドンバ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 ンって食べちゃうよね、これは。うん、なんか保存期間が約1週間、冷やすとさらに美味しいらしい。うお、結構持つね、それは。これは梨いいね、やっぱり。これはぜひともみんなにも味わってもらいたいなと思います、うん、ぜひ。お、閉めちゃうな急に閉め始めたまだまだ多分閉めのカンペあるっす、ね、あ閉めのカンペいっちゃう。岩船フルーツパークの梨狩りは11月中旬頃までお楽しみいただけます。皆様のお越しをお待ちしております。